ちゃん、ゲンです。すっぴんで失礼します。ということで、本日はこちら撮影スタジオに来ているわけなんですけれども、私ファースト EP メイクアップを発売させていただくことになったんですけれども、そちらの特典のブロマイドの撮影に来ておりまーす。よいしょー。いつも衣装を用意していただいてるんですけれども、今回はちょっと自分で衣装を選んでみようということで、こちらにですね、3着くらい、衣装の方を自分で用意させていただきましたので、こちらどんな感じでこう衣装を合わせたのかっていうのをですね、ぜひ皆さんに見ていただけたらいいなと思っております。今回はですね、僕デニムをかなりプライベートでも履くことが多いんですけど、デニムに合わせた衣装をいくつかこう用意させていただいて、その3パターンで写真を撮っていけたらいいなと思ってますので、どんな衣装を選んだのか皆さんに見ていただけたら嬉しいなと思っております。それではまずメイクしてお着替えして次のカットに行きたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでメイクと着替えは終わりまして、1着目でございます。こちら僕がよく履いてるこの逆さまのデニムに合わせて1着目買ってきました。こちらニットとパーカーをリメイクした服になってるんですけど、これめっちゃ可愛くない？ここがスウェット生地になってて、ここを服に着てばめでゆるゆるっとしたシルエットで1着目着てみました。なんかちょっと冬っぽい感じでめっちゃ可愛いと思うので、これで1枚撮っていきたいと思います。天才的だな。どうしよう、自分の美人良すぎね。テストで、はい、チリファット、まあ、なんか漏れる方の顔で、漏れる方の顔で、いきますか。照れんね。はい、テスト。うるわしい。エロ。めっちゃうるわしい。やっぱすげえよ。やっぱカメラマンさんですげえ。ということで、今日の動画はこんな感じでアフレコをちょくちょく入れていこうと思っております。今回のカメラマンさんはいつもお世話になっている森さん、本当に俺のことかっこよく撮ってくれます。そしてメイクはいつもの野村、俺のかっこいいをたくさん理解してたくさん褒めてくれます。これほんまに俺けやばくね、これレタッチいらんやん、バカかよ。これほんまに俺なんけ、やば。え、これがこれよ。いや、それもそれで、これもこれか。え、かっこいい。っていうか、森さん、えぐ。え、かっこいい。かっこいい。かっこいい。うん、これ系 OK。 かわいい。飲む。飲む、見てくれ。1着目の洋服の説明を少しだけしようかなと思います。冬といえばニットなんですけれども、僕は少し非凡感を求めているので、ただの白ニットではなくスウェットパーカーがこうくっついたリメイクのニットを見つけてしまったので、こちらの方を選んでみました。パンツがフレアっぽい感じのパンツになってるので、綺麗さもしっかりこう出ていいコーディネートができたんじゃないかなと思ってます。自己肯定感高がすぎる。もしよくね、やば。あ、この感じ、ね、あ、めっちゃいい。うん、え、えぐくない？はい。黙らせていただきます。知りすぎてるね。え、あ、こっちなら、まあ、このショットは野村の私物のメガネを借りて撮ってみたんですが、思った以上に似合っててマネージャーもノムも結構びっくりしてました。これもずっと褒められてて、もう本当に撮影中ニコニコが止まらなかったので、まあなんかこうニットメガネってやっぱ最強だなと思いながら、ちょっとあざとい感じで撮っております。え、天才。あ、え、やだやだやだ。
怖い。えぐいね。これやばかったっすよ。えぐいね。やっぱなんか一枚目っす。毎回。はい、二着目。声でかかったな。ちょっとバグっちゃった。二着目です。一着目とはちょっと変わった感じで、なんかちょっとこうやんちゃな感じで、大きいパーカーに結構こうクラッシュ入ったパーカーとクラッシュ入ったデカめのズボンに合わせてみました。また1枚目とはちょっと雰囲気が変わった感じで撮れるんじゃないかなと思います。中はあのボーダーのね、この破れたのをちょっと活かしてボーダーとかこう入れちゃったりとかして、可愛い服着てみましたんで、2着目撮っていきたいと思います。よいしょ。1着目はかなり綺麗な感じでコーディネートを組ませていただいたんですが、2着目は割とやんちゃなイメージでコーディネートを組ませていただきました。今回のテーマがデニムに合わせたコーディネートということで、こちらのデニムはかなりクラッシュの入ったデニムになっているので、上のパーカーもかなりボロボロっとしたものを使って、中にこう T シャツをレイヤードさせたりとかするとまたそのポップさが出ていいのかなと思って、こちら選んでみました。ちょっとね、うん、良い、あ、可愛い、良い良い。途中でこの服に合わせるんだったらこの髪型の方がもしかしたら可愛いかもっていう感じで、ノムが髪型をチェンジしてくれました。また髪型が変わるとかなり雰囲気も変わりますし、やっぱりこの服に合わせてこの髪型になると本当にまたさらにやんちゃな感じが出て、個人的にはめちゃくちゃ大満足な一枚が撮れました。ありそうです。まあエッチな顔してる。ずっとある、ずっとある。ありがとうございます。はい、ラスト、こちら超変な服買ってきました。これはもうバカデカバカデカデニムジャケットに、中あの肉チョモの時に着てた衣装を合わせてみました。デニムに合わせてこう買ってきたんで、今回はもうデニムジャケットをドカンと使ってみようと思ってこれも可愛い感じに撮れると思いますんで、撮影していきます。行ってくるぞ。あら、めっちゃいいな。ありそうっすね。てかあるっす。今回僕が選んだこの服は、僕かなりデニムジャケットを着ることが多いんですけど、ここまで大きいサイズのデニムジャケットはまだ一つも持ってなくて、可愛い形だなと思いながら一目惚れして買ったデニムジャケットになっております。デニムジャケットにデニムを合わせるとどうしてもつなぎ感が出てしまうので、この袖のチェック柄だったりとか、中に着てる洋服のチェックをこう外に出すことによって、そのつなぎ感っていうのを、軽減できてるのかなと思いますし、なんか今のトレンドカラーは赤らしいので、しっかりそのトレンドカラーも、組み込んでアゲインっぽい洋服をチョイスできたんじゃないかなと思っております。本当にお気に入りの一着になっております。今年の冬これ着れる機会あるかな。あらー、ごめんなさい、神様が出ました。めちゃめちゃあらー、かっこよそれ自分ね。これ僕ですか。それ自分ね。僕なんですか。あらららららら、取りま全部終わり、終わったー。本ちゃんのあれは終わったっぽいっす。終わった、やったー。ということで、ちょっと自分で久々に洋服を選んでみたんですけど、3種類服買ったんですけど、全部キャラクターが違うアゲンが取れたので、 EP のね特典だったりとかジャケットだったりとかになりますんで、ぜひ EP ゲットしてたくさん見ていただけたら嬉しいなと思います。それではまたこういう洋服の動画も撮れたらいいなと思いますんで、ぜひぜひチャンネル登録して待っててください。それでは以上、アギンでした。バイバーイ。なんか SNS とかで、ほらほら、ね、ゆるい方が、ゆるい方が輝くのか、これ笑えるじゃん。
気抜くとすぐエロい顔するからあんま笑わないでも。なんで陰キャだから。陰キャだから笑えない。まあでも大丈夫でしょう。あーいっぱいある。あーもうすげえ、この気の抜けた顔いいな。マジかわいい。こういうのが見たい。オフショット感、オフショット感が。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。終わった。早い。これ本当に僕ですか。